マルティナ・ミシル・ウェイマスは、アメリカのミュージシャン、シンガー、ソングライター、作家。ニューウェーブグループ、トーキングヘッツとトムトムクラブのオリジナルメンバーであり、ベーシスト。夫は、トーキングヘッツのドラマーでもあるクリス・フランツ。2002年、ウェイマスは、トーキングヘッツのメンバーとして、ロックの殿堂入りを果たした。1950年、ローラ・ブシェジと、 米海軍副提督であるラルフ・ウェイマスの娘として、カリフォルニア州コロナードで生まれる。トムトムクラブで共演しているラニ・ウェイマスとローラ・ウェイマス、サルバドールダリ美術館の設計者である建築家のヤン・ウェイマスを含む7人の兄弟がいる。母方の祖父は、ブルトン人の詩人、アナトール・ルブラズ。12歳の時、ウェイマスは、ナンシー・ダフツが指揮するアマチュア音楽グループである、 ポトマックイングリッシュファンドベルリンガーに参加し、一緒にツアーを行い、14歳で独学でギターの練習を始めた。高校ではチアリーディングをしていた。フランツとは1971年に出会い、その1年後には付き合い始めた。1977年に結婚。ロードアイランドスクール・オブ・デザインの学生時代に、クリス・フランツとデビッド・バーンに出会った。 彼らは後にバンドを結成し、ベースプレイヤーを探していた。ウェイマスはフランツの妖精でバンドに加わったが、当時はベースを演奏した経験がなく、加入後にベースの学習と演奏を始め、その5ヶ月後にデビューとなった。ウェイマスはワイヤーやペルーブなどのグループのミニマルなアートパンクのベースラインとダンサブルなファンク風のリフを組み合わせて、 トーキングヘッツのサウンドの基盤を作った。ウェーマスのベースプレイは、JZ、セレーナ・ゴメス等にサンプリングされており、ウェーマスのベースプレイ抜きでは、サイコキラー、バーニング、ダウンザ・ハウス、ワンス・イン・ア・ライフ・タイムなどの曲のグルーブはなかったと、される。ベーシストとしては、ドナルド・ダック・ダン、ジェームズ・ジェマーソンの影響を受けている。ソニック・ユースのキム・ゴードン、ハイムのエステ・ハイムは、 ウェーマスの影響を受けた。トーキングヘッツの活動休止が長期にわたったため、ウェーマス、フランツ、コンパスポイントオールスターズが中心となり1980年にトムトムクラブを結成。1990年半ばにトーキングヘッツのフロントマン、デビッドバーンが新たなトーキングヘッツのアルバムを制作することに興味を示さなくなったことが明らかになったとき、ウェーマス、フランツ、 ジェリー・ハリソンの3人がザ・ヘッツを名乗りアルバムノートーキング・ジャストヘッドをリリースした。他のバンドのボーカリストにボーカルを取らせる形での活動だった。ウェイマスはバーンを批判し、友情を取り戻すことのできない男と彼を説明した。1978年5月13日、トロントのトーキング・ヘッツで演奏するウェイマス彼女は、 ハッピーマンデーズの1992年のアルバムイエスプリーズを共同プロデュースした。またオルタナティブロックのバーチャル覆面音楽プロジェクトゴリラズのトラック19から2002バッキングボーカルとパーカッションで参加している。2002年、ウェイマスはインディペンデントアーティストのキャリアをサポートするための第2回インディペンデントミュージックアワードの審査員を務めた。 彼女は2003年にチックス・オン・スピードのアルバム99尊に収録されたとム・トム・クラブのおしゃべり魔女のカバーでルティグレのメンバーらと共演した。チックス・オン・スピードのおしゃべり魔女はオランダのチャートで2位まで達し、ベルギーのダンスチャートで5位、英国シングルチャートでは7位を記録した。ウェイマスとクリス・フランツは1977年に結婚。コネチカット州。 ベアフィールドに住んでおり、二人の息子がいる。名のキャサリン・ウェーマスは、ワシントン・ポストの最高経営責任者を務めた。ありがとうございます。